今日は株主に来ております。これからこの牧の剪定を行います。そうですね、5年くらい何もせずに、伸びて枝がボサボサになっている状態です。これからきれいにしていきます。牧の剪定作業が終わりました。こんな感じできれいになりました。ボサボサだった枝がなくなり、きれいになりました。